回転庫に沿わす、綺麗に沿わして力分散しないように、少し上体の前傾の線を上げる状態とか、いいよ、オッケー、腰の向き気をつけて、次の山足で立たないように、外スキーが腰下に入ってきて重心移動、外スキーが腰下に入ってくるまでに踏み替えて荷重を抜かないようにして、ほら今みたいに伸びちゃダメ、